はい、イシキン TV のイシキンです。2021年1月、えー、19日の動画2期となります。火曜日でした。はいえー、今日もお疲れ様でした。皆さん。はいえー、ということで、えー、今日はですね,、えー、昨日もうね、昨日は寝坊して8時半過ぎに、ね、起きてあのそこから、えー、米田コーヒーに行って、ね、午前中は、ね、もう3時間くらいしかねあの、3時間ちょいしか。 あのー、作業できなかったんですよね。でも今日は、えー、昨日とはい、1点、1点、1点、打って変わって、はい <laughs> えっと。今日ね、6時40分ぐらいに、えー、起きることができまして、タイマーにも気づくことができて、起きて、えー、シャワー浴びて、ご飯食べてね、朝から牛丼食べて、えー、米とコーヒー7時、えー、10分過ぎぐらいに行くことができました。はい。で、これでね、今日、午前中、昨日と比べて、もうね、 思ったんですけども明らかにいや確実にっていうか全然違いましたねその午前中の何ろう集中力だったりとか、えー、こうテンションだったりとかこう作業してる時のこのやる気だったりとかこうとにかくね、えー、今日早く <coughs> 起きれたっていう、えー、7時過ぎに米田コーヒーにいた入れたっていうことこの事実だけでね、えー、かなりもう テンションというかモチベーションが一気に上がってあの昨日だったら、まあ、もう米田に着いた時点で9時過ぎだったのでまあ、午前中ね2時間あのー、半ちょいしかね作業できないってことだったんですけど今日はねもう7時過ぎに着いたんでもうゆっくり12時までの間4時間半ぐらいね昨日の2倍ですだから2倍ぐらい、えー、作業に当ってる時間があったので。 ゆっくり読書して、日記書いて、えー、リモートワークもね、えー、こういっぱいやって、えー、すごくね、本当に午前中ね、あこれがやっぱり自分の、えー、一番ね、えー、リズムというか、なんていうんだろう、あの、ルーティンの中で、えー、午前中をね、しっかり4時間以上、えー、作業する時間を取るっていうのは本当にね、えー、僕が、えー、なんていう幸せを感じるというか、一日を えー、いい一日にするための必須なんだなっていう必須なことなんだなって今日、えー、改めてというかすごくめちゃくちゃ感じましたはいということなので明日もしっかりね起きてい、えー、きたいと思いますはいだから本当に昨日はまあ眠くて、まあ、眠るもちろんね冬あのお布団の中でねあったかく寝るのはすごくね、えー、まあ、気持ちいいし、えー、いいんですけども まあその後起きて、えー、まあ寝ちゃったなっていう嫌な気持ちになる。えー、だったら、まあ、眠くても寒くても、ば、えっ、ー、とちゃんと起きたい時間に起きて、シャワー浴びてっていう方が、あの後々ね、一、えー、日のなんかこう生産性だったりとか、一、えー、日を全体を通してすごくハッピーになるので、それだけで、えー、すごくね、しっかり起きていきたいなと思いました。はいで、えー、あとはですね、今日は、まあ結構今日、 まあ、あったできょうとは、まあ、それが本当に一番、えー、嬉しかったというか、感動したというかですね。はい。で、あとはですね、うーんと、なんだっけな、まあ、なんだっけな、まあ、今日も、昨日に引き続き昼、サウナに行きまして、今日もね、めっちゃ、えー、雲一つない天気、えー、晴天だったので、めちゃくちゃいい天気でもう、えー、すごく、えー、気持ちのいいサウナ活動をさせていただいて、えー、最高でした。はい。 で、えー、そうです。今日もいろいろね、えー、記事をね、リモートワークの方でたくさん、えー、今日はね、結構ね4、4、4、5記事ぐらいで一気に、あのー、いろんなおすすめの本を紹介したりする記事を、ライターさんが開けてきてくれたのを、えー、チェックして公開作業するっていうのはね、結構やったり、まあ、案件の方もね、結構、えー、修正作業だったり、追加の作業だったり、えー、今作ってるやつだったりをやっていました。はい。で、ブログの方も、今日ね、 あの今ね、ブラックフローバーっていうえジャンプと漫画がね、すごく人気の魔法の漫画なんですけども、今ね、スノーマンっていうね、ジャニーズのね、SnowMan がオープニング2回目歌ってる、ブラックフローバーですけど、そちらの方のえ声優さんのね、アニメの、アニメで声優をやられてる方のえ一覧ページもちょっと今日サクッと、まあ前回ね、呪術改戦の声優さん一覧ページを作ったので、それをまあ、新規こう、 だろう複製して、あとはね、ちょっと、あのー、今まで作った声優さんのページをそのリンクとして貼るだけだったのですごく一瞬でできました、はい。で、まあ、明日以降、あのー、まだ残っている、あのー、声優さん、残っているというか、まだ作ってない、えー、水木奈々さんだったりとか、ちょっとまだね、えー、b クローバーのキャラクターの中で、えー、まあ、なんだろう、作ってない声優さんが、えー、ページがあるので、それも作っていけたらなと。まあ、 数えたこまだ作ってないので、そこも作っていって、えー、しっかりね、着実に記事も増やして、えー、コンテンツを増やしてい,いきたいと思います。はい。えー、そんな感じですね。はい。えー、でね、本当に最近、あのー、皆さんなんか、今、めちゃくちゃハマってるよっていう、えー、音楽だったり、アーティストだったり、曲だったりとかありますかね。はい。僕は今、あのー、SnowMan にね、えー、絶賛、とどハマり中でして、 えー、というのも、ブラッククローバーね、えー、テレビアニメブラッククローバー、えー、の方の、まあ、今の、ちょうど今やってる、えー、今ちょうどのオープニングと、もう2個前のオープニングもね、ストーリーズっていう曲、えー、がスノーマンだったんですけども、そのストーリーズで僕はスノーマンに出会って、えー、なんかこう、今回また2回目オープニング歌にあたって、もうちゃんと聴いてたらもうめちゃくちゃかっこよくて、まあ、昨日も言ったかもしれないですけど、めっちゃ、 pv もかっこいいし、アニメーションとも合ってるし、えー、踊りもかっこいいしね、えー、声もね、好きなんですね。あとなんかテンポ、なんかこの、ちょっとあの、やっぱり K-POP 寄りの、えー、リズムというか、えー、音というか、映画やっぱ好きなのかなって僕は、えー、すごくね、もう、風呂とかでもさっき、あのー、風,呂風呂上がって、ちょっと今、えー、スピーカー、Bluetooth のスピーカーが、防水のスピーカーがちょっと充電切れてて、えー、充電器がね、なんか探してもないので、まあ、買いに行くのもめんどくさいので、えー、今、 あのー、風呂でね、音楽を聴けない状態なんで、風呂から上がってから、あのー、ス,スマホでね、これで、えー、流してるんですね、あのー、スノーマンの曲とかは。い。えー、ですごいノリノリでこんな感じで、えー、やってて、で、この前なんか、あのー、メンタリストの d a、えー、さんが、えー、なんか順天堂大学かなのなんかの教授、えー、で、なんかいろいろ、なんかこう、噛む、えー、免疫力を高めるために、 えー、噛むことが大事ですよみたいな、噛むリズムみたいな、えー、噛むリズムだっけなんか新しい造語を作ったみたいだ言ったんですけども、えー、でこのリズ,ムリズムっていうのが、えー、人間にとってすごく、えー、重要なことで、そのちゃんとしたっていうか、いいリズムを、えー、自分の中で持っていれば、えー、もうそれだけで人生、えー、う,まくうまくいくっていうかいいいい、いい感じになるみたいな、まあそんな感じのことを、えー、言ってたんですけども、でそれを聞いて今日思ったのは、ん、なんか、 やっぱ音楽もね、すごくリズムじゃないですかね。あのそのリズムって言ってたんですけども、その動画の中でも。はい、でリズムがすごく大事で、えー、な,なんだっけかな、すごく面白かったのは、こういうなんメトロノームでしたっけ、なんかこういうのありますよね、あの音楽室に。えー、これをただあの眺めてるだけで、えー、と免疫力が、えー、というか、なんか精神的にいいみたいなことも。 って言ってましたねはいでなんでそのこの一定のリズム、えー、まあ、曲だったり、えー、リズムなんですけどもそれをねやっぱり、えー、音楽を毎日聴いたりとかその音楽を聴きながらこう,こう体を乗ったりとか歌ったりとか、えー、するのってすごくあのー、実はめちゃくちゃあのー、理にかなってるっていうかなんか人生にとってめちゃくちゃいいのかなと思いました最近だから僕毎日本当に風呂 で歌ってるるんですけどもも、えー、それれ結構あるのかもしれないです毎日なんかこう楽しいなみたいなワクワク,ワクワクっていうか、えー、すごく楽しいなノリノリだなみたいな感じの、えー、が結構音楽から来てるのかなと思いましたはいそんな感じで、えー、今日は終わりたいと思いますそれではまた頑張りましょうバイバイ